こんにちは。津軽ちゃんぽんニュースをお伝えします。宇都宮市の次世代型路面電車宇都宮 LRT が乗用車と接触しました。2023年8月26日に開業してから3回目となる事故で、路面電車に乗っていた乗客およそ160人と接触した乗用車に乗っていた人に怪我はありませんでした。事故直前の週には、宇都宮市内を走行するドライバー向けに注意喚起を呼びかけたり、宇都宮 LRT の運転士に対しても車内教育に努めるなど、事故撲滅に向けた動きを強める中、事故は起きてしまいました。今回は事故後、報道各社が報じていない事故発生から運転再開までの車内の様子を独占公開いたします。体調不良を訴える中、乗客の音声や冷房が効いているにもかかわらず、暑さを訴える乗客の様子、宇都宮 LRT の運転士の対応などをまとめています。たまたまスマホで撮影していた時に事故は起きます。電車は停車すると女性運転士からアナウンスが。ご乗車ありがとうございます。ただいま、右方向の車両と、接触したと思われます。現場確認を行いますので、発車しばらくお待ちください。多少動揺しているようにも感じ取れます。電車の進行方向から見ると、左側の乗用車と接触しています。乗客に向けてアナウンスしていることから、右という言葉が出てきたものと思われます。黒色だったのは確定だけど、プリウスだったのかは分かんない。再びアナウンスが。お急ぎのところ、電車の到着遅れており大変申し訳ございません。これより、警察の、到着を待ちまして、それまで停車させていただきます。お急ぎのところ大変申し訳ございませんが、申し訳ご一回の方をお願いいたします。嘘だよ、すげーかかるよ。こんなことになるから大丈夫です。お恐れ入ります。お客様の中でお怪我されたお客様いらっしゃいませんか？お怪我ないということでよろしいですね。申し訳ございません。もうしばらくお待ちください。乗客の把握に努める女性運転士、素早い対応です。本日は、電車の途中客が、接触事故の影響により遅れておりまして大変申し訳ございません。体調不良などの、ございますお客様いらっしゃいませんか？これも素晴らしい対応です。もしいらっしゃいましたら、扉の方を開けさせていただきまして、少し換気という空気を入れ替えさせていただこうかと思います。開けてください。気持ち悪いです。進行方向左側、半自動にて開きます。少々お待ちください。これは車内のマニュアルに従ったのか、コロナの発生以降換気に重きを置いていた弊害でしょうか。9月中旬とはいえ、外はほぼ猛暑。換気のためにドアを開ける行為が、エアコンの効いた車内に熱風を巻き込みます。ただいま進行方向左側のドア半自動扱いにさせていただきました。暑さ等で少し苦しい方、お客様いらっしゃいましたら、ドアボタンを押していただきますと開きますので、運転再開まで今しばらくお待ちください。本日はで、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。ドアが開いた。熱い、熱い、熱い。大変お待たせいたしました。運転再開の許可が出ましたので、これより運転再開の準備を始めます。大変お待たせをいたしました。なお途中の平石駅でこの電車を車庫に入れるために、お客様にはお待ちをお願いいたします。平石駅到着後、
隣のホームに停車している電車へお乗り換えをお願いいたします。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、運転再開まで今しばらくお待ちください。大変お待たせいたしました。これより運転を再開いたします。本日接触事故の影響により電車の運転が遅れまして、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。この先平井市の停留場にて佐賀方面ご利用のお客様はお隣のホームに停車している電車へお乗り換えをお願いいたします。本日は電車運転再開まで時間がかかりまして大変ご迷惑をおかけいたします。30分以上車内で身動きができなかったわけですが、今回の動画をきっかけに事故や災害マニュアルのさらなる強化を図っていただきたいと思います。津軽ちゃんぽんニュースでした。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。